岐阜市役所は日本の地方公共団体である岐阜市の地方公共団体としての事務を行う施設である。岐阜市の司町の岐阜大学医学部跡地に新庁舎が建設され2021年4月9日に完成式典を行った。4月中旬より市役所機能の移転が順次行われ5月6日に開庁した。各種証明書発行などの窓口業務を 添付スタッフなどの派遣社員が、公文書作成、本人確認、個人情報番号取得、本席地紹介に至るまで行政機関として行っている。所在地、岐阜市、今沢町18番地南町社所在地、岐阜市神田町1丁目11番地区、岐阜中央郵便局の建物である。1960年に建築された。 地上4階建ての鉄筋コンクリート作りの建物であり、敷地面積は3104.08平方メートル、延べ床面積は4986.362。所在地、岐阜市江川町27番地球、岐阜県山林協会の建物である。厚生保護法人岐阜県厚生保護事業協会と建物を区分所有しており、2階以上が市の施設。所在地、 岐阜市橋詰め町64番地岐阜農業、共同組合の建物の一部を賃借。所在地、岐阜市名徳町2番地1九岐阜信用保障協会の建物であり、2012年、岐阜信用保障協会より寄付された。岐阜市役所八津寺別館所在地、八津寺町1丁目7番地九岐阜市立図書館本館を転用。岐阜市新庁舎が、完成。 5月6日、会長芝場市長、多様な市民の集う場に、岐阜新聞、https://www.gifu-np.co.jp/.news/.20210410/.20210410/.60271.html2021 年7月2日閲覧。ab、岐阜新庁舎が、 会長、55年ぶり点18階建て、長良川を望む展望スペースも、寄付新聞、https://www.gifu-np.co.jp/.news/.20210506/.20210506-67287/.html2021 ht 年7月2日閲覧。 新庁舎実施設計説明書について、岐阜市、2021年7月2日閲覧、和田直也、新庁舎設計業務に疑問、岐阜市議会議員、和田直也、2019年11月25日閲覧、市長ら専用、特権エレベーター設置断念市民の批判で、朝日新聞デジタル、2019年11月25日閲覧、岐阜市、 新庁舎駐車場公用車11台分、少なすぎ現状、月226万円賃貸、寄付。毎日新聞社。2019年12月11日閲覧。ありがとうございます。